はい、どうもこんにちは。今日はまたお昼作っていこうかなと思って、なんかあれですね、コメントでいただいたので、簡単に作れて参考になりますって言ってたんですけど、という意見があったんですけど、基本的に僕お昼を作ってるんで、あれなんですね、あんまりこう凝ったものではなくて、もう今からすぐ食べるっていう状況のものを作ってやってるんで、そうですね、まあそのうち晩ご飯的なのでもいいんですけど、結構それ手間かかると思うんで、まあできればサクッとできるやつをやりたいなと思ってるんですけど、今回これですね、ラーメン作っていこうかなと思って、生麺ですね使って、これ日清のラーメン屋さんってやつなんですけど、これ使ってやっていきたいと思うんで、ちょっとこれをグレードアップしてカフェっぽくまたしようかなと思います。カフェの、ね、担々麺みたいな感じにしようかなと思ってますよ。で、ちょっとやっぱりまたモネちゃん要素も入れようかなと思ってるんで、じゃあご覧ください。じゃあまず具材の方から、トッピングする具材ですね、そこから作っていきたいんですけど、まず火入れます。フライパンに火入れます。熱くなってきたら、このまずごま油いきます。モネちゃんなので、ナスと、これね、チャーシューですね。僕実家製でチャーシューいつも作り置きしてるんですけど、豚バラのチャーシューですね、入れます。炒めます。炒めてったら、ここにみりん、お酒とみりんですね、お酒とみりんをちょっとこう入れますね。そしてこうなじませてね、鍋についてスープなんですよね。このスープを開けて、これのタレをね、タレですね、これをちょっとね、半分ぐらいですね、半分ぐらい入れます。そしてこう絡めます。そうすると濃厚なね感じの具材ができるので、これはこのままこうして、あとで入れるので放置しておきます。じゃあ次スープ作りをしていくんですけど、まずお鍋に水を 200cc 張って沸騰させてます。そこに同量のね豆乳ですね、これも 200cc入れますと。また味付けなんですけど、ウェイパー、これです、これ決め手なので、ウェイパーをまず入れます。担々麺なんです、すりごまね、すりごまたっぷりめに入れたいんで、まず1杯2杯と、3杯ぐらい入れときますかね。3杯入れました。そしたら今度はここで、なんとピーナッツバターですね。ピーナッツバターがすごい合うんですよね。これを、これもねたっぷりめに入れてきます。ね、ピーナッツバターだとかなり濃厚になるんですよね。ピーナッツバターを溶かしながら、ここで辛さなんで豆板醤入れていきます。これもねスプーン一杯程度入れます。でよく混ぜます。味のベースができてるので、さっきの余ったね、このスープの余りですね、これね実はね、一袋入れるとすごくしょっぱいすぎるんで、半分取っといた、半分でいいんですよ。この半分の味付けでいきます。これで味のベースが決まったので、これね別茹でしなくていいタイプの、日清のあのラーメン屋さんって別茹でしなくていいんですよ。一緒に入れていいタイプの生麺なんで、麺をここに入れていきます。そこでこうね、一煮立ちさせたらもうそれで終了です。で沸騰してきたんで、
これで担々麺のベースは完成です。あとはトッピングしてきます。あ、そうだ、忘れてた。最後にこのネギね、ネギをここで入れるんですよ。これでひと混ぜ、ネギを入れてこれでひと混ぜして終了です。でトッピングしてきます。はい、じゃあこれを入れますね。はい、どうもこんにちは。これはね、なんだろう、高校生新聞ってやつですかね。高校生新聞っていうのにモネちゃんがインタビュー受けてるんですよね。一般教科の勉強はモチベーションが、一般教科の勉強ではなかなかモチベーションが上がりません。そんな時上白石萌音さんはどうしていましたかっていう高校生からの質問ですかね。それに対して私の場合はその苦手なところにも興味がないのかどうかっていうのをまず探すと、その興味さえ持てばモチベーションは上がるって言ってるんですよね。興味がなければ頭に全然入ってこないと。物理がね、モネちゃん苦手だったんですって。ただなんか、なぜ物体が動くのか知りたいと思ってから、それについて調べたりとかしてるうちに、いろんな知識がついてきてワクワク感を感じた。そしたらいつの間にか物理が好きになっていったって、そういう話なんですよね。やっぱね、なんか自分を高めるのがね、やっぱり得意なんでしょうね、そういう部分ではね。なんか大勢の、また別な質問で、ここで大勢の前で何かをするときや新たな挑戦をするとき、とても緊張して一歩踏み出せずに悩んでいます、緊張との良い向き合い方があったら教えてほしいですっていう質問ですね。それに対してモネちゃんは、私も緊張することばっかだと、プレッシャーのない仕事なんて一つもないと。で、新しい作品に入る前には毎回毎回緊張してしまう。そしてモネちゃんの場合は、少しでも緊張や不安を和らぐためには、まずもう準備だそうです。準備をまずするってこと。とにかく台本を何回も読んだりとか、その自分の役に対して考えたり入れ込んだりとかすることによって、いくら頑張ったって落ち着くことはないんだけど、不安感は和らいでくる。そして本番に臨むときはもう気持ちを切り替える。もう私は大丈夫だ、いけるって言って切り替える、前向きなことです。だからモネちゃんポジティブなんですよ。結局ポジティブなんですよね。なんかいろいろとも占いしててもやっぱポジティブだし、実生活でも見てもやっぱポジティブですよね。やっぱこうあまりこう自分のことに対して悲観的になることはまずないですよね。高校生のうちにやっておいたことがいいことってありますかっていう質問に対してモネちゃんは、とにかく、学校行事では燃えてくださいって言ってるんですよね。要するに、なんかクラス一丸となって、そういうこと、頑張ることが恥ずかしいって思う人も中にはいるかもしれないけど、でもその恥ずかしさを捨てて、ですよね。恥ずかしさを捨てて全力で学校行事を楽しんでいくことが、楽しんでほしいっていうことを強く伝えたいって言ってるんですよね。特に今の時代、コロナで、なかなかこう、みんなと一緒に遊んだりとかね、そういう思い出作りが難しい時代だからこそそう思いますって言ってるんですけど、これもなんとなくね、モネちゃんっぽいなと思いますね。やっぱり、海外にね、一時期暮らしてましたよね。で、なんかそれで結構ね、自分が、殻が破けたみたいなことを前なんかのインタビューで読んだことあるんですけど、まあなんかそういうのがあるからでしょうね。やっぱりこう、その自分が引っ込み思案だった自分がバンとこう前に前面に出れるようになってから、そっちの方がうまくいくことも多くなったってことなんでしょうね、きっとね。まあそれで女優にもなったし、女優で成功もしてますからね。なるほどなと思いました。まあ結局ね、モネちゃんってね、やっぱ高校生に教えるぐらい、まあもちろん今の女優としてや声優として歌手としての実績ももちろんなんですけど、高学歴じゃないですかね、明治大学なんですもんね。まあ、ちょっと学部はなんか国際日本学部っていうんですか、ちょっとその学部はちょっとあまり聞き慣れない学部ですけどね。どうもね、その国際日本語学部っていうのは英語教育、そしてそれで世界に通じるような日本人を育てる、そういうことをできるような日本人をバックアップするっていう学部みたいですね。まあ、モネちゃんにぴったりですよね。例えば、君の名はなんて世界でね、人気ありますから。こいつもね、結構アジアでファン多いんじゃないですか。そういう意味では、その学部はぴったりなんじゃないかな、と思ったりしております。まあね、学業も頑張って、女優業もね、頑張ってほしいな、なんて思ったりいたします。それでは。
ずこれが担々麺のベースです。そこにトッピングをいろいろしてきます。これが先ほど作った具材ですね。モネちゃん用のチャーシューとナスです。これ味濃いめになってますからね。こんな感じで。あ、そうそう、忘れちゃいけないのがこれです。食べるラー油、この食べるラー油を入れて味のガッツリ味と、まあガッツリめの方がうまいので、こんな感じで。そしたらそこにトッピングしていきますね、こんな感じで。これトッピング、これね、ローストビーフ、ローストビーフ僕昨日作って余ったんで、余り物を生かしたいのでローストビーフを乗っけます。そしてこれもね、家の中にあった具材で、これはね、小松菜ですね。小松菜をこう添えます。そこにきく、ここはキクラゲですね。キクラゲも添えていきました。そして僕ね、煮卵も好きなんですよ。煮卵はね、いつもね、常にね、冷蔵庫に作って置いてあるので、煮卵トッピング。そしてこれあってもなくてもいいんですけど、僕が好きだったってだけなので、パクチー、パクチーを乗せました。映えてますかね。こんな感じで、モネちゃん風担々麺の完成です。ちょっとこれ食べていきますね。はい、これが今作ったモネちゃん風担々麺です。